こんにちは、駒井蓮です。今日は津軽弁講座の第3弾をやりたいと思います。会話をちょっと考えてきたので、ぜひ皆さん一緒に行ってみてください。おめえ明日土佐行くの？映画おめえも一緒さ行く？カニいがね。のしてわらすとわゆものしとかいねはんでよ。はい、皆さん分かりましたか？今の会話はですね、どこ行くの、映画に行くっていう2人の会話だったんですけど、ちょっと一つずつ解説したいと思います。まず最初、明日どさ行くの、これはどこさ行くの、どこに行くのっていうのを短縮してどさっていう風になってるので、だいたい津軽弁はどさゆさっていう会話が結構有名なんですけど、どこに行くの、温泉さ行くっていうこの2つの会話をどさゆさだけで話せるっていう会話になってます。なので最初は明日どさ行くの、明日どこに行くのという意味です。次は映画おめも一緒さ行く、これはそのままで映画あなたも一緒に行くっていう、そういう意味になってます。これは分かりやすいですね。3つ目、カニイガネ。これはなかなか難しいんですけど、このカニっていうのはごめんっていう意味なんですね。関西かなんかでカンニンなみたいな言葉があるじゃないですか。多分それにこう近いんだと思うんですけど、カンニンな、カニって言います。生き物のカニじゃないので、カニ、謝る、ごめんのカニです。あとはもう、いがね、行かない、いがねっていう意味になります。4つ目、なして。これはなんでという意味です。が結構青森に行くとなして、なしてって聞くと思うので、ぜひ耳をそば立ててみてください。5つ目、最後、わらすとわげものしかいねはんでよっていう言葉があるんですけど、これがなかなかちょっと難しくてですね、わらすっていうのはわらし、子供っていう意味です。でわげものっていうのは若いもの、若い人という意味になります。で最後、いねはんでよっていうのは、津軽の人って何々だはんでという言葉で、何々だからという意味になるんですね。だからバラスと揚げ物しかいねはんでよ、子供と大人しかいないからねという意味になります。皆さん分かりましたでしょうか？結構今回は簡単めだったので、次回はちょっともっと難しいのを用意したいと思います。ではエバねー。